Ladies and gentlemen, please welcome Olympic bronze medalist and world champion from Japan, Daisuke Takahashi. Carnival on Ice 2017. 大歓声に迎えられて高橋大輔の登場です。今年初めて制作した新しいプログラム、初披露となりました。バンクーバーオリンピック銅メダリスト高橋大輔、宮本賢治振り付けのクローン。高橋さんご本人がですね、インタビューでずっとやりたかった曲とお話しされているので、満を持しての披露ということになるかと思います。大好きなアニメの曲のピアノバージョンだそうですね。そうなんですね。衣装が特徴的でですね、はい、黒のベルベットの長い丈の衣装に裏地が赤という衣装になっています。裾の動きが綺麗なんですよね。とりわけスピンをした時に綺麗に流れています。赤が映えますね、はい、衣装の重量がこれだけ重たくて、なおかつ裾も長いとですね、ジャンプに遠心力がかかるので非常に難しくなるんですね、その辺うまくコントロールされているかと思います。綺麗に着氷しました。高橋さんはピアノの音色が非常に似合うスケーターだと思っています、うん、過去にはですね、まあ、月光だったり、はい、アメリだったり、ラブレター、それからラフマニノフのピアノ協奏曲第2番といったように、彼はピアノの音楽でいくつも作品を作っています、はい、思わず静まり返ってその世界にとどまってしまう高橋大輔の演技でした。いや、町田さんがおっしゃったように、本当にこのピアノの旋律にマッチしてましたし、絵も言えぬ表現力がありますよね。そうですね、彼は表情のみならずフロアでもダンスをやっていますので、はい、その辺の経験というのも今後表情でのスケーティングにも応用されていくのではないでしょうか。そうですね。そしてやはり衣装が効果的でしたね。はい、フィギュアスケートにとって舞台セットといえるものは衣装だけなんですよね、ですからその辺うまく考えられたプログラムだったのではないでしょうか。バンクーバーオリンピック銅メダリスト、世界選手権金メダリスト高橋大輔、またその一つ表現の深さを見せてくれました。いや、高橋大輔の引き出しは改めてすごいですね。見れば見るほどもっと見たくなる。わかります、皆さんのその熱きご要望よくわかります。
なのでもう一度見せていただきましょうか。 Ladies and gentlemen, please welcome again 大輔高橋。アンコールに応えて再び登場です。わあ、もう黄色い歓声が上がっています。アンコールは2012-2013 年シーズン、オリンピックプレシーズンのショートプログラム、月光。この歓声です。偶然にもこの衣装が月光にも非常にマッチしています。いや、そうですね。いや、強烈なプログラム。あの月光の現役時代の時の衣装もこういう感じでしたよね。そうですね、確か濃紺の衣装だったと思います。うわ、場内総立ちです。この畳み掛けは見事ですね。これもピアノのナンバーです。いや、こうやってまたニコライ・モロゾフとのこういうナンバーが見られるのはファンとしても嬉しいでしょうね。そうですね、ニコライ・モロゾフ先生はステップの前に一度見せ場を作って一気に畳みかけるようなステップを創作するんですけれども、そのテイストが如実に現れているプログラムだと思います。いや、本当おっしゃる通りでしたね。見せてくれました。さあ、まずは新しいプログラム披露されましたけれども、滑ってみていかがでしたか？そうですね、ちょっと足がガクガクで緊張しまくってましてどうだったかは自分の中で記憶はないんですけれども、まあ、温かい拍手をいただいて嬉しかったです。ずっと滑りたかった曲ということですが、どんな思いを込めて滑りましたか？そうですね、もうちょっとこう感情に入れるかなと思ったんですけど、ちゃんとできるかなっていう不安が大きくて、今日は緊張感でいっぱいでもうリラックスしてという思いで挑みました。アニメということですけれども、イメージは衣装もですけれども、そうですね、アニメの曲で、それをなんとなくはイメージはしてるんですけど、ちょっと本当に使いたい方はオーケストラバージョンで、こっちはどっちかというと衣装は、女性らしく、でもう一つの方男性らしくっていうイメージで今回は作ったので、それが出てるかどうか分かんないですけど、はい。